からポケットに入れます。で、今雨が黒くなってレンズの水滴上がってますよね。上に。この時はもう言います。で見えないんで、はい、脳死母とつながってるのが BB なんですよ。BB はあの世とつながってるんで、はい、この世と自分がつながることで見えないものの位置が分かります。でこれがオデラデグというセンサーです。昔パタパタと言ってましたけど、これで BB がいるからできたんですけど、やつらがいるぞと反応してる、はい、であれの動きとあれで距離と方向分かるんで BB だいぶ怖がってますよね。そうですね。ストレス溜まると使えなくなるんで適当にあやしたりしないといけないんですけど、でここからちょっと怖いですよ。オデラデグの動き見といてくださいね。もう近くにいますよね。こっちにで、だんだん近くにいる。結構近いで止まると見えます。動くと消えます。で彼ら BT のゲイザーっていうんですけど、彼らもサムと一緒で人間のことは見えないんですよ。気配で音と気配で分かるんで、なるべく音を立てず息を殺していきます。で血液パックがあるのでこれを回収して、で先ほどボーラガンって使ってましたよね、はい、あれにサムの血液を混ぜると結構武器になるんで、それをちょっと使います。倒すことはできないんですけど拘束はできます。これでサムの血液が入った縄がこれで拘束一定時間拘束できますで、動くと見えなくなる、止まると見えます。はい、ちょっと怖いんでこれで見つかってしまいました。子供のゲイザーですね。見つかると早い早い、下からタールからハンターというのが出てきて捕まります。これ荷物いっぱい持ってると結構すぐ倒されるんですけど、ここで振り払いながら進むんですけど、まあ人数が来るとやばいで、ここで倒されると連れて行かれます。でこの先にいるやつがやばいんです。キャッチャーっていうモンスター、いろんな種類があるんですけど、こいつがですね、これが反物質なんでこいつに食われるとボイルアウトしてクレーターになります。街がなくなってしまいます。なんで、タールに足を取られてますけど、なんでこういう浮遊物に乗って逃げてもいいんですけどね。ちょっと今もらった BT 兵器を試してみましょう。これサムの血液が入ったグレネードですね。近い、はい、ちょっとやばいですよ、逃げなさい。でこれを結構効いています。ほら、サムの血液ですね。これ効いてます、効いてます。でちょっと荷物を切り離して置いておきますね。ああ、危ない、はいはい、で血液グレネードで投げます。はい、効いてます、効いてます。これ雑魚ですから、これ一番弱い雑魚です。はいはい、やばいです、やばいです。はい、効いてます、効いてます。で、なくなったんで、ゴミを置いていきます。はい、やばいですね。で、もう1個持ってきたんで、支給品ですね。血液グレネード、はい、投げて、効いてます、効いてます。近いな。はい、効いてますよ。ああ、効いてます。はい。広がってる、広がってる。はい。で、こういうところで戦った方が足元がね、タールだと取られるんで。でオデラデグが今十字になってますよね、はい、あれの十字の方向でどこにいるか大体見当がつきます。あっちにそこ見て判断するんですね。で潜りました。でどこにいるかな、後ろ、うん、で沈めてくるんで、このままいくと沈むんで飛び移って、なるべく浮いているところで戦った方がいいんですけど、やばいですよ。でちょっとグレネードでやっつけましょうか。はい、効いてます、効いてます。雑魚ですけどね、これ、はい、効いてますよ。なんですけど、もう武器持ってきた武器ないです。どうすんのという時に、コミュニケーションボタン、助けを呼びます。で、オンラインでつながってる人たちが助けに行ってくれます。見てくださいね。あそこに一人、白いサムいますね。あの人、これはユキコさん、はい、グレネードをもらったりで、反動ハンドガンですね、チャージ式ハンドガンもらいました、ネットでつながっている別のサムです、あれ、ゆきこさん、また来ました、血液パックくれました、でこれ、いいねも開けてください、開けてあジョンが応援してますね、ほら、応援してます、はい、一人じゃないでしょ、一人で戦ってるんですけど、一人で戦ってますけど、一人じゃない、これがスタランドなんですけど。はいでまだちょっと倒せないといけないんですけど、キャッチャー、これ四つ足、いろんなタイプがいますんで、これ四つ足で難しいあでももうちょっと、はい、もうちょっとですね。危ない、はい、こういうのが嫌な人はBT がいないとこ通ったらいいんですけど、やばいです。はい、でこれはサムの老廃物です。シャワーした後の水です。あれ動きが遅くなります。で、これゆきこさんにもらったチャージガンで血を溜めて撃ちました。はい。おお。倒れましたね。雑魚ですけどねこれね。倒した。はい、倒しました。はい。であれカエラル決勝なんでご褒美。助けがなきゃ倒せなかったですね。いやそんなこともないんですけど。本当ですか。はいで今 BB も喜んでます。タールまみれヘロヘロサム BB めっちゃ喜んでます。はいカニが浮いてます。はいでまあ大切な荷物ポートの都市に届ける荷物を取りに行きます。あれはねロッカーに預けとくのが一番いいですね。自分で作ってもいいですし。こう床に置かずに。そうですねあんまりよろしくないですけどね。はい、で繋いでちょっともうヘロヘロですけど。でセーフティーハウスがあったらいいんですけどない場合、はい、大変じゃないですか、はい、休憩しても回復しないんで例えばこんな寒いところで、まあ、タールまみれでサムも大変なんですよ。あー寒そう、ね、なんですけど、はい、この世界には温泉がいくつかあります。